真の幸せとは何か何が本当で何が間違った情報なのか本当のことを知ったら目から鱗が落ちますよ本当のことシリーズお楽しみください本当のことシリーズ日本のね医療界の闇についてお話をします日本医療界ぶっ潰せなんちゃって <laughs> えーまあ、潰さなくてもいいんですが、えー、事実でね本田のことをお話をしようと思います。日本医療界の医療費についてですねこれね僕の「本、え、田、ー、の先輩という本がありますね。この「本田の先輩の中から、えー、書いてあることをね、えー、紹介をしたいと思います。68ページ 2015年に発表された厚生労働省の年間医療費は42兆3644億円でした。この費用の中に介護保険料は含まれていません。ちなみにこの年の国家予算の全体の金額は96兆3000億円です。実に国家予算の半分近い費用が医療費だけで使われてしまっているということです。 えー、まああまりにもね数字が大きいとちょっと分かりづらいなと思う人もいると思いますが分かりやすくねポイントを言いますと日本のの国家予算の半分が医療費になって,るっているとう、ね、これねどういうことなのかっていうとね皆さんがイメージしやすいように家計に、えー、例え直してみましょう。 家族で3人か4人のね家計でえ仕事をしてえお金を持ってきてくれる月にね仮に50万円だったとしましょうえ50万円のうちの25万円が病院の医療費にかかってるということだよねすごくないですかそれこれね普通に考えたらね家計のバランスから言ったらね完全に狂ってるということだよね。 家計で言ったらね当然のことながら多くの人は家賃を払ってるっていうことが多いですよね。家賃それから、えー、光熱費。 それからね携帯を使ってる人は携帯代であるとかそれから当然のことながら食費がか,かりますよねそれだけではなくってお子さんがいる場合はお子さんのための学校のののの費費用用であるとかその教育のための費用もか,かるよねもちろんお付き合いもあったりするから冠婚葬祭もあることもあるだろうしもちろん豊かさということで考えると何かねどこかに行って楽しんでくる娯楽におかん お金を使うということも必要でしょうからそういったところにもお金が必要だということだよねそれで考えたらねえー、一家のねお金のやりくりで言ったら病気にかかってね病院の費用がどのくらいなのかっていうと通常に考えたらねまあ10%とかさそのくらいが普通じゃない えー、まあ病気がちの人でね大変な人がいるっていう人の場合は、えー、20%とかねかかってる人もいるかもしれません。でも1か月の収入のね普通考えたらないと思うね。日本という国家という、えー、日本という大きな、えー、家族の状態で言うと。 国民あたりの半分以上の費用が実は医療費にかけられてるということなんだよ。これが実態なんです。すごいよね。でも一般の人はね、そこに気がつかないんだよね。えー、なぜならば病院に行くとね、3割負担とか言って、えー、自分が直接要は薬代であるとか、 医療のね、えー、受けた検査代であるとかね、そこに対してはそんなに払ってないというような感じがするかもしれませんが、これはおかしい話なんだよ。結局3割負担と言ってもね、結局それは税金になって、国民一人一人がどこかで医療費を払ってるということになってるんだよ。誰かが払ってくれてるわけではないんだよね。自分が払ってるんだよ。これが実態です。 もう一つ話をしますね2018年5月22日に政府発表された最新のデータ経済、えー、財政諮問会議では高齢者人口がピークに近づく2040年度時点の社会保障給付費が最大190兆円に達するとの試算結果を公表しました。これは 2018年度見通しの121.3兆円の1.6倍になりますそのうち医療は約1.7倍の66兆7千億円となることが予測されているのですただでさえすでに医療費がパンクしているのにさらにこの状態は続くということです つまりねこの本の中で書いてる時点これ具体的にねどこから発表された数字なのかっていうことが詳しく書いてありますからこれ事実をちゃんと述べてるわけだよね。この時点で医療費は減るどころかずっと増え続けてるということが重要だということなんです。普通はねねこれだけ、ね 科学も発達してきていろいろな文化的な、ね、工夫をしてるから病気は、ね、減っていくっていう方向に行くのが冷静に考えたら普通じゃないかなと思うのがどどどどん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 増え続けているということは僕はこのことをもって悪循環に完全に入っているということを言いたいわけなんです。私たち日本の 医療費に関係する、いわゆる健康、もしくは逆な言い方をすると、病気に関する産業は確実に悪循環をまっしぐらに進んでいるということなんだよ。この悪循環に進んでいる部分は、さらに言うと恐ろしい事実があります。にわかに信じられない事実ですが、なんと、 60年前の医療費と現在の医療費を比較すると177倍にもなっているのです。え ?177 倍、うん、たったの60年間で177倍ですかいやー、冷静に考えておかしいどころの騒ぎじゃないでしょう。う なぜこの60年間なのかというとこれはねいわゆる戦争に負けたのが78年前です。あまりにもね古い戦争直後のデータというのは戦後の、ね、混乱期のためにデータがないんだよね。 なので古いデータを遡っていくと一番古いのが60年前だから6,000年前って言ってるんだけどこの60年間たったの60年間で医療費が177倍にも増えたということなんんんだよ狂っってててるとと思いいいまませんかこんなこなななしてたららねいつまで経っても良くならないんだよ。ということはどういうことなのかっていうと。 そもそも論として日本の医療システムそのものがシステムそのものに大きな欠陥があるということなんだよねここに気が付かなければいけないということなんです、えー、皆さん、えー、日本国民はねそろそろこのおかしいっていうことに気が付かなくちゃいけないということなんだよね みんなね、おとなしく言われたことをそのまま鵜呑みにして泣き寝入りをするということでは良くないんじゃないかなと僕は思います。ちなみに、えー、最近のね、この医療費問題に関しては、えー、2年前からね、世界で、えー、謎のウイルス、えー、コロちゃんっていうね。 えー、ウイルスが流行ってそれに対して、えー、ちくわをね、えー、導入するということがあって。 このちくわの費用がどのくらいの費用がかかっているのかっていうのがねえまあ実際にこれはニュースで取り上げられたりとかしてますからえ数字は何となく聞いたことがあるかもしれませんけれどもえこの数字の中の一旦お話ししましょう。これれね2022年度の3月25日に NHK から流れたニュースですちくわ購入など 1>, 1兆4,500億円余りの予備費9割以上使い切るっていうのが NHK のニュースで発表されましたこれどういうことなのかというと、えー、予備費国家予算の予備費っていうのがあるんだよね。 え2022年度は国家予算の予備費が5兆円予備費として割り当てがあったんだよね国がね国民が何か困ったことが起きた時に困ったことを是正するために予備のお金が5兆円あったということなんだねこの5兆円の9割が使い切って3月25日の時点でね えー、でもうこの9割使い切ったから残りの1割も使おうということがもう決定したっていうこれニュースだったんだよ。すごいですね。えー、ファイザーから7,500万回分モデルナから7,000万回分それぞれ追加で購入することが決定したって言ってました。 これ別なニュースでね言ってましたけどでもねこれ買ったのに賞味金が切れていてモデルナの、えー、ちくわが、えー、捨てられたっていうねニュースもありましたね買ったのに8割使わなかったっていうニュースも出たんだよすごくないこれいやーひどいですねもっと怖い話しましょうか これねアメリカではすでにこのちくわがもうはっきりしてるのでもうアメリカ人って言ってるんだよね。って言っていてどうなってるのかっていうと「から余ってるから日本は買,買ってくれ」って言って日本がそれを購入することになって、えー、まあアメリカのね 尻拭いをするというようなことが起きているということなんだよねそしてもっと怖いのがこれはねまあ都市伝説かもしれませんがありえなくないなという怖い話をします。なんと余ったという液体を牛肉に打ってるという話がありますね。 牛さんに売ってるとか場合によっては鳥さんに売ってるって話もありますねそれって日本でですかアメリカでですアメリカで売ってるものを日本はそれを輸入してるということですね肉を,肉をということはか直接打たなくても 摂取してしまう可能性があるということだねどこまで恐ろしいことになってるんでしょうねこういうことも含めてどん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 日本人は、えー、文化が進んでね科学が発達しているのに病気の人が増えている状態にまっしぐらに進んでいるのが現在の日本の実態である ということにそろそろ気がついた方がいいですよということなんです今日も怖い話をしてしまいました <laughs> ということで、えー、まあ良くない話ですがためになったと思う方は高評価ボタンそしてこんな話だったらもっと聞いてみたいという人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします友達にも勧めてあげてくださいということで 日本の医療業界の闇、まだまだ続きます。今日は二回目です。あと四回ありますからね。また見てくださいね。ありがとう。次回は病院システムの闇について、お話をします。面白いと思った人はまた見てくださいね。じゃあね。問い合わせ、連絡先はこちらまで、インフォ、八坂、三六九。 アットマーク、ジーメールドットコム、ぜひ、連絡待ってまーす